はい、皆さんこんにちは、あちでございます。 PC88 のエメラルドドラゴンパート30じゃなかった、ごめんなさい、98ですね。もう100まであと少しです。禁断の洞窟ってとこにいますね。あ、これこっちだな。まあいわばファルナさんのねいる西の砂漠に、もうね行こうかな、いろいろですね、サブシナリオがね終わりましたのでね。まあすごく悲しい話でしたね、サギーはね。まあそのサギーがねいなくなったというか、ああいうことがあったのにね、我がトルシャンたちはねもうサギーなんていなかったよって言わんばかりの会話をしてましたもんね。恐ろしい人たちです。まあプログラム的に仕方がないでしょうね。そこまでメモリがなかったのかな。メモリというか容量か。ただでさえね、ただでさえヒットポイントなのね、回復のないメンバーなんでね、これで食らうとつらいのね。どういけばいいんだろう。完全道覚えてないもんね。こっちかな。あ、なんかこっちかな。違うか。あ、違うな。なんかね、宝箱がね、取ってなかった宝箱が見っかったみたいなね。あ、これ間違い、完全間違いね、完全間違いですわ。ということはあれ戻った方がいいのかな。そういうことなのかな。いやでも右の方から来てたと思うんでね、私ね、右の北側から、北東側から来てた気がするんだよね。あー、ここに残ってる宝箱なんか取っても仕方ないと。ほらねー、どこ、これあれ。いいのかな。いや違うね。いや違うことないぞ。これじゃないんだわ、ここじゃないんだわ。確か真ん中ですよね。ああ私は入るとこ間違えたかもね。確か私の記憶だったらね、ここの真ん中らへんにね、真ん中らへんから来た記憶があるんですよ。違うのかな。あれね、どこだ今。ああ、そうそうそう、この辺ね、もうじきですね。あら、あらら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 、らら、あ、これ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 、遺跡の洞窟。ああ、えよね、うん、あら、あらら、よね、これ、いやいや、これで合ってるよ。これで合ってる、合ってる、合ってる。これで合ってるわ。あ、そうそうそう。あ、合ってる、よかった。これだわ、これ。あ、ね、左は、左手でね。もうね、もう、サバッシュじゃないわ。エメラルドドラゴンね、あとちょっとで溶けると思うんです。ね、もういいとこまで来てるでしょ。あとはファルナさんがヒール唱えてくれる人だったら、一気に前ね、目の前が明るくなりますね。これがね、全然ヒール唱えてこれない人だったら、どん底にね、落ちてしまいますね、私ね。確か左の方の上かな。あ、もうバッチリ、もうバッチリですよ。まあ、あれ突っ込むの仕方ないですけどね。確かね、ちょっと今日私冴えてるかもしんない。これ左ですよ。あら？いや、ここだ。あー、冴えてるな、今日。でここに帰ってきてってとこですよね。結局ヒットポイントは4桁いかないですね。3桁で止まるんですね。でですね、よいしょ。で、どこまで行けばいいのかな。あ、はいはい、ね、戻って、もう寄らなくていいでしょ。ってか売れたら売りましょうかね。あ、違うよ、道具屋と思った宿屋入ったんですけどね。やっちゃいましょう、止まっちゃいましょう。はい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 、あららららら、あらら、あ、そうか、一
人がいたんですよね。なんか売れたら売ろう思ったんですけどね。ここは道具屋ないのかな。今の道具屋かもしれないけどね。まあいいや、もうよいしょ。で、おじいさんね、船を渡してくれるおじいさんのところに行って、船頭さんに行って、で戻ると、ちょっとセーブしておこう。あ、間違えた、間違えちゃった。ああ、めんどっ。ああいや、こっちがイライラするんですけどこれね、サマーシュの時もねあったんですけどね、このキャラクターが鬱陶しいんですよね。もうすぐ当たり判定ね出ちゃって、会話はもう延々続くみたいなね。戻り船だから約束しといてやろう、500パルス払えんなと。なんかね、お金が結構ね7万まで増えてましたよね。あとちょっと前までね2万とか3万でやりくりしてたんですけどね。さあ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 、ああこれでやっと新しい進捗ね期待できますよね。まあどうせいい装備はね打ってないでしょうけど、ちょっとやってみましょうかね。はい、マジックプレート、ミスルルチェーン引いてるシールド、変わりませんね。じゃあね、誰かがいらないものを持ってないかな。ね、ちょうどあの詐欺のね、粒子カッターか、あれをね引っぺがせれたらいいなっていう話がねあったんですけども、あのあまりに彼のあのオチを見るとね、もう引っぺがせなくてよかったと思いますよ、私はね。あんなひどい話になるとはね。お兄さんかっこいいから大サービスしちゃうわよってね、ほんまかよと思うんですけど、ハスロムさんが余ってますよね。ゲイル・レイピア2万で売れたかい。あ、2万で売れたんだわ。で、さあ帰ってですね、てか違うかな、これは帰れないよね。また洞窟かな、確かここから降りていくんだっけ。違うね、あれ、君がアトルさんが随分派手な魔を打ってるじゃないか。まあ頑張ってくれやーと。あれ、あ、私はどこから来たんだ、ちょっと待ってね。はい、あれ、あ、これか、あら違うね、バールシュー行くなら、あれ、このおばちゃん解いてくんないよね。あら、あらら、どこだどこだ、どこから来たんだろう、あれ、自分がどこから来たのかわかんない。え、上になんかあったっけ。なんもないよね、なんもない、なんもない、なんもないよね。あれ、私はどこから来たのだ、来たのかな。おい、こんなとこじゃないわね。あららら、全然動けないんですけど。あ、そういやね、前回かな、以前、なんです、なんか実を拾ったでしょ、禁断の実か。あれどうもね、88、あ、これか、88じゃね、あんまり意味ないのかな。なんかね、PC エンジンとかだったらね、なんか意味がありそうなことをね、ネットに載ってましたけどね。やっと来た、さあここだわ。あら、どうなってるのかな、地図が。あら違うね、これ下だね、下から。あ、敵出てくるのね。あ、敵の種類は変わんないね。うん、あと後衛だけね、前衛から後衛に行かれる敵はね、後衛のところに入って来られなければなんとかいけますね。あ、ハスロムさんがね、使えるハスロムさんになっちゃいましたね。あんま
まり使える人じゃなかったんですけどね。まあこんなことで失礼ですけどね、なかなか使える人もあって嬉しいですね、私はね。で、ここで、あ、こっちにね、来ましたね。あとなんかね、オアシスって言ってたような気がせんでもないんですが、沢市と混同してるかもしれないですね。沢市もそんなのがあったはずですからね。とりあえずあの湖の方に行ってみましょうか。もうタムリンさんレーザー弱いんですからね、もうそれ以外望んではいけないようですね、どうもね。レーザーしか打たない、はあ、本当にね、ファルナ姉さんちょっと期待したいな。辛かったらやだな。本当にレーザーしか打たないよこの人。死んで、おいおい泣かないでくれ。あ、泣いてるんですかい。参ったな、おいアトルちゃん助けてくれよ。な、泣いてなんかないわよ。ちょっと目に砂が入ってないよ。スポコンか。はい、ファルナ姉さん入りましたね。ファルナ姉さん久しぶりなんでね、装備どうなのかな見てみましょう。あ、ストレングス悪いな。ディフェンスは高いな。フシュルヌムの杖、こんなん持ってたっけ。ミスリルブレード、ミスリルヘルム、
ダメな気がするな。ダメな気がするな。トルシャンなんか4400ですもんね。ハスラムさんは4300。あ、完全に足引っ張ってるわ。装備上げた方がいいのかな。また相談コマンド行きましょう。もうハスラムが生きているって知らせを受けて後を追ったのに、ワージルの町に来てみると船が沈んでって散々だったわよ。え、そうだったの。しょうがないから私もウシュールノムとかいう仙人に会ってきたわよ。でもおかげで面白い話を聞くことができたわ。ああ、ウシュールノムっていましたね。エメラルドドラゴンのことよ。昔のことで忘れてたからあなたたちには話さなかったって言ってたけど、あのじいさん怪しいもんね。なんでもエメラルドドラゴンの魂だか精神だかが封じ込まれた剣が西の砂漠の北にある、山原じゃなくて山腹、わかんないの湖にあるらしいわ。西の砂漠の北にある、あ、湖ありましたね。で行く方法なんだけど、砂漠の北東の山際に潜む砂漠の守護神大会長ラーを倒すことで砂漠のどこかに洞窟の入り口が開く。まあ、とりあえず北東に行けってことね。え、なんだかわけわかんねえ話だなと。うるさいわね。あのじいさんの話、精神だの肉体なのを言って難しいんだからしょうがないでしょうと。なんかファルナリさんキャラクターちょっと若干変わってるかな。まあセーブしておきましょうね。ね、対戦後しましょう。ファルナさんはね、ファルナリさん期待して2番で、タムリン、アスラム、サヨシアンというね、ヒールを唱えてくれるんだったらもうこれでもう言うことなしなんで、で、フォーメーション1、ダメ、2、ダメ、3、もっとダメ、4、ダメね、5、ダメ、6、ダメ、7、ダメ、8、ダメね。というわけで作りましょう。アトルシャンセンターかな。で、ファルナさんはね、これちょっと良くないな。制作でね。アトルシャンとファルナ姉さんを結構引っ付けてあげましょう。そうしないとファルナ姉さんがやばいかなという気がするね。タムリンさん。タムリンさんは真ん中かな。で、ハースラムさんが、ここで右翼。で、サオシュヤントさんが、この辺かな。これでどうかな。で、これをね、これを8番にしましょう。で、選択で8番いいですよと。言ってる間に時間がね良くなっちゃいました。というわけで PC88 のエメラルドドラゴンパート98、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。